て少し元気になりました。大阪峠行かず国道県道経由で行きます。そっちの方が標高が低いんで、はい、あと1番にダイレクトで行けるんで、よし、よし。徳島入ってなかったみたいです。みんなある年突入です。はい、海が綺麗だね。あれなんだ、ホテルかな、なんかの、いっぱいあるね。ちょっと山が低くなってきた。よしよしよし、はい、よし、はい、大前歩いてきました。大前歩いてきましたよ、うん、さああとは右に曲がって一直線、10キロ、標高230メートル登る、はい、ラスト10キロだよ、ちょっと休憩ちょっと休憩させてください。足がもうきつい、はい、いよいよ最後10キロ、はい、山すぎて10キロ行けば着きます。県道41号線、230メートルアップして200メートルダウンして終わりです。10キロ峠いけるぞ、ラストだよ、最後じゃん。もうすでに29キロ歩いてますけど、あんなことは関係ない、あと10キロだよ。もうすぐ2時か、3時間いけるぞ。よし、頑張ります。はい、ラスト8キロ、ラストだぞ。歩けば着く、歩けば着きますよ。畜生、気持ちいいね、気持ちいいぞ、いい天気だ、暑くもなく寒くもなく、声が、鳥の声が聞こえて、水の音が聞こえて、あんまり車は通らないし人もいなくて、のびのびとのんびりと、はあ、歩きます。最後楽しむぞ、かみしめて一歩一歩、あと8キロ、はい、あと6キロ、6キロちょっと、お遍路道と一緒になったぞ、あと6キロちょっと、1時間半、2時間弱、はい、頑張ります。はい、まだやめと、はい、歩かせてもらってんだよ。
みんなに迷惑かけない。よいしょ。4.5 キロ。感謝、感謝じゃ。感謝、感謝じゃ。あと4キロ。よっしゃ、登り終わったか。ほぼ登り終わったような気がする。よし、また下る。もう足痛くなろうが何だろうが、行くぞ。おい、なんだ、なんかある。おたつほこら参道入り口。不動明王ですか。おー、両前寺がある。現在地は、あそこですね。あれ、どこでだ、ドイツ村公園ですか。あれ、大間彦神社出ないんだっけ。どっかで変わるのかな。まあいいや、とりあえず辺の道だ。行くぞ。はい。遥か向こうに、遥か向こうに徳島、海が見えます。いいね。あとは下るだけだけど、下りがきついな。もう足が言うこと聞かない。いやー、きつい。もう下らないと思う。あと4キロだよ。はい、行きます。あと3キロ。はい、最後はいつも苦しめられた舗装の、舗装道路の下り坂じゃない。くそ、いって、足が言うこと聞かねえ。あと3キロだぞ。苦しめられた、いつも苦しめられただ。小三寺横峯寺の下り、八島薬理、広隆寺の下り、
仙流寺から椿堂に行く時の下り、七子峠終わった後の下り、もう舗装道路の下りは足が痛い、足を痛めるんじゃ、もう最後までもか、駆け下りたいけど絶対無理、足がもう言うこと聞かねえ、3キロあと3キロ、まだまだあるぞ、まだまだある、よし、もう最後だ、動かれ、行け、言うこと聞かれ、最後、はい、あと2キロ、はい、あと2キロです、なんとかだいぶ下ってきました、ようやく下ってこれました。もうきつかった。足が痛かった。神社まで 0.2 キロ。ドイツ村公園 1.7 キロ、うん。もう少しですね。2キロねえぞ。皆さんのおかげで。歩かせてもらってます、ありがとうございます、皆さんの支えがあってなんとかケチガンし、なんとか一周することができました、別格はまだ残ってますが明日車で行きますけど、はい、とにかく88箇所全部歩きました、プラス16箇所別格も歩いたと、みんなのおかげです、感謝です、ありがとうございます、心よく前のに送り出してくれた皆さんありがとうございます、もう仕事で相当迷惑をかけて、はい、もうダメダメなんですけど、それでも頑張ってくださいとか気をつけてと言ってくれた皆さんありがとうございます、ブログやFacebook、YouTube 見てくれてる皆さん、応援ありがとうございます。支えになりました。なんといっても、もう四国の皆さんのお接待ですよ。もう感謝しかありません。本当に声援もありがとうございます。みかん、ありがとうございます。飴、ありがとうございます。飲み物ありがとうございます、助かりました本当に
もうお寺の人もそうだし、宿の人もそうだし、一緒に歩いた出会ったお遍路さんもそうだし、もう関わったみんなに感謝です。ありがとうございます。お神社つけました。はい、あと少し、もうほんと少しです。もう途中、お遍路の途中でもう何度もくじけそうになりましたけど、特に小三寺、雨の小三寺、もうなんとかここまで来れたよ。ほんと不思議だ、みんなの力ですよ。どっかの札にも書いてましたけどね、お遍路は速さとかじゃないんだよね、距離とか回数とかではないんだよ。何かをつかまないといけない、そして今後に生かさないといけないが、これを生かせるように頑張ります。はい、ありがとうございます。700、あと700、よし、遍路マーク最後までありがとう。1番霊山寺終わります。はい、無事に1番霊山寺についてお礼参り参拝済ませました。はい、これにて一周の旅は終わりです。あとは別格と、はい、別格の残りと高野山ですね。はい、ありがとうございます。いや、ついた。体はボロボロです。いや、これで終わりかな。88箇所終わりです。笑顔咲く遍路道、幸せの時間、歩き続けていたい私、おし国病、もう一瞬笑顔咲く遍路